はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、動物戦隊獣王者本能覚醒マスクと獣王者なりきりセットです。はい、デラックス的なアイテムでこういうものが出るのは珍しいですけど、まず本能覚醒マスクは獣王イーグル&獣王ゴリラ、このように書いてあって、中にはマスクが入ってて、これをガパッとバイザーアップさせることでイーグルからゴリラに変形すると。もう一つの獣王者なりきりセットは中にフォームチェンジスーツ、リバーシブル仕様のものと獣王バックル、こちらがワンセットで入ってて、裏を見ると獣王イーグルのフォームチェンジスーツを裏返すと獣王ゴリラに絵柄が変わって、さらにバックルを取り付けて赤いロンティーを着ればそれっぽくなりきれるようなアイテムです。ではレビューしていきます。まずは本能覚醒マスクから確認しましょう。中身はマスク本体のみで、ぐるっと見回すとこのような感じ。正面、横側、後ろ側。赤い成型色をベースに一部塗装になってて、ここもゴールドの成型色になってますから、色自体はすごく綺麗ですね。そして裏側に装着用のゴムバンドがあって、ここがマジックテープになってますから、これを使って装着できますし、そのままグッと伸ばして装着することもできます。ちゃんと裏側の鼻部分に軟質のカバーなんかもありますから、この辺の作りはさすがにしっかりしてますね。で、変形ギミックは、ここ、くちばし部分をぐっと上に上げることで、おー、獣王ゴリラに変身しました。戻すとイーグル、上げるとゴリラ。ゴリラ状態で近づいてみると、こうですね。ゴリラの鼻的な造形があって、おおよそ色分けも本編通りですけど、本編のゴリラの顔の方がごつめなんですかね。くちばしだけじゃなくて、バイザーごとガバッと上がるような感じですが、今回はくちばしのパーツのみ。カチカチっとクリックで上がりますから、位置を微妙に調整することもできますし、一番下の部分からワンクリック上げれば、ちゃんとゴリラの鼻も隠れますので、バッチリイーグルになりますね。そして大人の僕が装着できるかというと、これが簡単に全然問題なく装着できるんですが、何分これ全長サイズというか、この高さ自体がキッズ用なので、大人の僕が装着するとこの辺に下唇が来て顎周辺がはみ出ちゃう感じですね。レオンマスクの上から装着させるとわかりますけど、こんな感じで顔の下の方が大人が装着すると余っちゃいますね。ただ今偶然にもマスクの目の部分が黒いおかげで、なんかいい感じになりましたね。バイザーを上げると獣王ゴリラに変身して、顔がシュッとしてますから、かなりのイケゴリですね。単体で装着するとこんな感じです。クオリティの高いお面としては本当にありですね。獣王者なりきりセットの中身はこうで、フォームチェンジスーツと獣王バックルのバックルとベルト。ベルトの作り自体はおおよそ例年通りで、メタリックカラーのバックルには獣王者のモチーフ動物がこのようにかなり立体的に造形されてます。表側と裏側。後ろにループがあって、ここに LR の文字の位置を合わせつつ、パーツをはめ込んで L と R でバックルの裏側のここでカチッと。ベルト止めもついてますから、これを通して後ろ側でロックして、ベルト止めの位置を合わせれば、はい、獣王バックルの完成です。ぐるっと見回すとこのような感じ。ウエストサイズは46センチから70センチ。大人は人によってはちょっと厳しいですかね。ベルトの感じとかは全然変わりませんけど、バックルサイズが若干小さめで、ニンニンバックルとかに比べても少しコンパクトめですね。そしてフォームチェンジスーツ、表側と裏側。ゴリラ、イーグル、イーグル、ゴリラ。どのように装着するかというと、ここにマジックテープのベルトがついてますから、十字型にベルトを装着すれば、まあ、エプロン的な感じですよね。はい、このように、これが後ろ側、で、ゴリラが内側で、表側の装着状態は獣王イーグルになります。
裏返すときは、このままベルトをくるっと回転してひっくり返せば、ゴリラ側が表になりますので、プリント自体は相当綺麗で、生地と一体化してますし、スポンジ的なものも入ってて、触り心地も柔らかいですね。素材はビニールですから、ちょっとぐらい汚れても大丈夫そうな感じです。これを僕が装着することはできるのかな？やってみます。いや、でもこれ無理っぽいですね。全然、もうギリギリとかじゃなくて、全然無理っぽいかも。あー、無理です。僕普通体型ですけど、普通体型の僕が、マジックテープ全然届かないですね。あー、届かない。ダメだ。ダメだ。ダメ、ダメ、でもダメとかうんぬんの前に、どうでしょうね。この、理想は、この着丈が、このベルトの上ぐらいなんですけど、実際は僕のこの腹筋の上の方、この辺にスーツの位置がありますから、サイズ的に大人が装着するのはかなり無理がありますね。ベースのトルソーは大人サイズですけど、一応装着イメージはこんな感じですね。この状態からイーグライザーを装着して、完全になりきることができます。はい、獣王ゴリラバージョンはこうです。それぞれ単体で見ると、いまいちピンときませんでしたけど、全部装着するとかなり良さそうですね。はい、ということで、本能覚醒マスクと獣王者なりきりセットを紹介しました。もしかしたら大人の僕でも、ギリギリサイズいけるかなと思いましたけど、ベルトとマスクに関しては一応は装着できますけど、フォームチェンジスーツはちょっと無理でしたね。ただこういうなりきり系のアイテムって毎年プレックスからは出てますけど、今回はよりクオリティの高いものがバンダイから出ましたから、なりきり遊びがしたいちびっこにはもってこいのアイテムだと思います。獣王バックルもこういう形とはいえ、ちゃんと商品化されたのは良かったですね。以上、動物戦隊獣王者本能覚醒マスクと獣王者なりきりセットの紹介でした。